滋賀県の中央に位置する日本最大の湖、琵琶湖。その琵琶湖の東に位置する豊里町は近江商人のふるさとと呼ばれています。商売の才能を持った多くの先人たちが世の中に送り出されてきました。伊藤忠、丸紅の創始者である伊藤忠兵衛はこの土地で生まれました。あ、すごい。明治期に建てられたお屋敷は彼が生活していた頃のままの形が残され、近江商人伊藤忠兵衛の当時の暮らしぶりが忍ばれます。へー、なんか歴史を感じる。わー、すごい強そう。なんか自分の意志がすごい強そうですね。創業160年の酒蔵岡村本家、当時の彦根藩主の命により作られた清酒金亀は近江地酒の代表格。江戸時代から続く酒造りを今も守り続けています。酒造見学をすることができ、試飲もお楽しみいただけます。大吟醸をぜひおすすめはしてます。じゃあそのおすすめを、はい、結構すっきり飲みやすい。飲みやすい。これいっぱい飲んじゃう。昭和初期、東洋一の小学校と言われていた豊里小学校旧校舎群は国の登録有形文化財、地域の複合施設として現在もその姿を残しています。え、すごい素敵。アニメの聖地としても知られ、多くの観光客が訪れます。なんかこう建てたものをなくすんじゃなくて、いろんな方がまた足を運んできたりとかっていうのがなんか素敵だなって思いました。校内のあちこちに見られるウサギとカメの装飾、それをモチーフにしたウサカメアイスで一休み。結構上手にできたかも。あ、かわいいですね。じゃーん、できました。イエーイ。ウサカメアイス、うん、おいしい。リアルにイチゴが入ってる。およそ400年という長い歴史を持つ近江牛、その身は甘さ、コク、柔らかさが特徴と言われています。ぜひご堪能あれ。いただきます。うん、柔らかい、おいしい。なんか脂が少ないからなんか何個でも食べれそう。近江商人のふるさと豊里町で歴史を感じる旅をお楽しみください。